サッカーアルジェリア代表は、アルジェリアサッカー連盟によって編成される、アルジェリアのサッカーのナショナルチームである。愛称は、レフェネックス。ホームスタジアムは、首都のアルジェにある1962年7月5日スタジアムで、あるが、実質的なホームスタジアムはブリダにあるスタドムスタファ、チャケである。初めてアルジェリアの代表チームが結成されたのは1957年だが、 国際 A マッチと認められる試合に出たのは1963年1月のことである。1958年から1962年の間はサッカーアルジェリア民族解放戦線代表がアルジェリアの急走四国であるフランス本土で活動しており、フランス政府によりアルジェリア代表としての活動を禁じられていたこともある。 1982年と1986年の FIFA フフワールドカップに連続出場を果たした経験がある。1982年スペイン大会では一時リーグ初戦で西ドイツ代表を破るバン番ルワセを起こしたが最終戦で西ドイツとオーストリアの談合試合により3チームとも2勝1敗で並びアルジェリアも得失点差で及ばず一次リーグで敗退となった。その後、 アルジェリアは1986年メキシコ大会の出場を最後に遠ざかっていたが、2010年南アフリカ大会に24年ぶりに出場した。初戦のスロベニア戦では、アブデルカデルゲザルの退場や GK のファウジシャウシのファンブルなどで0から1で落としたが、第2戦のイングランド戦では、スコアレスドローで突破の可能性を残した。最終戦のアメリカ戦では、 ライスエンボリのスーパーセーブなどで、スコアレスドローのまま後半のロスタイムを迎えた。だが、アメリカのランドン・ドノバンからゴールを決められ0から1で敗戦し、アルジェリアの決勝トーナメント進出はならなかった。2014年ブラジル大会では、アフリカ最終予選でブルキナファソー、アウェーゴールの差で振り切り、2010年に続く連続出場を果たした。本大会では、 グループ H に入り、初戦のベルギー戦では1-2で敗れたが、第2戦の韓国戦では4-2で勝利した。最終戦のロシア戦では開始早々に先制される、厳しい展開ながらも後半に同点ゴールを決めると、その後もロシアの猛攻を耐えきり引き分けに持ち込み、グループ2で初のベスト16進出を果たした。ラウンドオブ16ではドイツと対戦。 延長戦の末破れてベスト16で敗退したものの最後まで本大会で優勝したドイツを追い詰める健闘ぶりを見せた。地元開催だった1990年のアフリカネーションズカップで優勝したことがある。2019年にエジプトで開催されたアフリカネーションズカップ2019でリアドマフレズなどの活躍もあり29年ぶり2回目の優勝を果たした。ありがとうございます。